始まりはアジア最大の歓楽街カムロ町で起きたある一件の殺しだった。その濡れ衣を着せられた堂島組若衆桐生一馬は、育ての親でもある若頭の風間を守るべく決死の覚悟で組を抜ける。桐生をはめたのは風間に次ぐ組の幹部、堂島組若頭補佐久世健能会会長久世大作。その最終的な狙いは殻の一坪と呼ばれる土地にあった。巨大な利権の絡むカムロ町再開発計画にとって欠くことのできない殻の一坪。そのわずかな土地をめぐる極道たちの熾烈な争奪戦に、ある一人の男が桐生を巻き込んでいく。立花不動産社長立花哲。その背後に隠された風間の意志が桐生の運命を大きく変えようとしていた。それで結局立花不動産と手を組んだってことか。ああ、とりあえずはそこの社員って形だ。社員？へえ、そんじゃ極道からの華麗なる転身ってとこか。まあそこも堅気には思えねえけど。なあ、そうだな。となるとお前の殺しの濡れ衣を晴らす件は立花不動産が手貸してくれるのか。ああ、立花はもう方々から情報を集め出してる。立花不動産の情報網を使ってな。期待できそうか。多分な。ただ立花が掴んだ話じゃ、札の方でももう俺のこと嗅ぎつけてるらしい。殻の一粒の死体から俺の指紋が出てる。おい、それじゃお前すぐ札に手配されちまうんじゃねえか。いや、それについちゃ立花が札に鼻薬効かせてる。完全に捜査止めるのは無理としても、いくらか遅らせることはできるって話だ。それでも真犯人を見つけない限りはいずれ札に追われる。俺が街を自由に動き回れんのはもってあと3日ってとこだ。なるほど。でもやっぱり立花ってのは結構な力持ってんな。札にも太いコネがあるってわけだ。そうらしいな。その件についてとりあえず連中に任せるしかねえか。でお前は今何してんだ。だから不動産屋の仕事だ。は？殻の一粒の持ち主がはっきり見つかるまでの間だけどな。もう一息ってとこまで来てるらしいが、それまでは不動産屋の普段の仕事を手伝えって言われてんだ。仕方ね。お前が堅気の仕事するって？ああ、小田っていう立花不動産の幹部が俺の教育係にいてな。そいつとこの後キッサアルプスって店で待ち合わせてる。だがその前に俺のこの服を何とかしなくちゃならなくてよ。服？極道丸出しじゃ仕事に何年だと。真っ当な肩に見える服を仕立ててこいとさ。ああ、お前もしかしてそれで俺のことを呼び出したのか。服についちゃお前に聞くのが一番だ。お前なら真っ当な仇の服見立ててくれるかと思ってな。人を見る目があるぜお前。わかった、任せとけ。安心しろ、
そんなに期待しちゃいない。ただ、俺が選ぶよりはいくらかマシだろ。お前なあ、それが人に物頼む態度か。待ち合わせまで時間どれぐらいあるんだ。そんなにはないな。できればカムロ町で買い物を済ませたい。それじゃあんまり選択肢はないな。この近くでビジネス用の服売ってる店っつったら中道通り裏のメンズスーツか。中道通り裏？そんなとこに服売ってる店なんてあったか？新米のホストがスーツ買いに行くような店だ。高級ブランドなんかは置いてねえが、まあとりあえずの間に合わせにはちょうどいいだろう。贅沢は言わねえさ。それじゃ行くか。片着の服を買え。どこだ？ここね。行きましょう。それにしてもおめえ、俺に服の見立て頼むってことはセンスねえって自覚があったんだな。余計なお世話だ。ほら別に無難に済ませておくだけだよ。お前も適当にやってくれりゃいい。何言ってんだ。俺がやるからには手は抜かねえよ。きっちり気合の入った仇に仕立ててやるって。いや普通でいいって言ってんだろう。顔が仇じゃねえからな。まあ任せておけ。どうぞ。こっちね。ここか。ここだ。本当にこんなとこにあるんだな。そんじゃ入ろうぜ。気に入ったのがあったら言う。ああ。無難な線だとこんなところか。なんかパッとしねえな。地味だな。それが仇ってもんだろうが。見え張ってなんぼなのは極道だけだ。ただこれじゃなんていうか貧乏人っぽく見えるんじゃねえか。ならおめえにぴったりだな。うるせえな。お、これなんかどうだ。バカ、おめえそれ絶対やめとけ。選ぶんじゃないかとは思ってたけどよ。なんでダメなんだよ。これじゃあスーツの自己主張が激しすぎて、アクセサリーや髪型、靴、腕時計、全身コーディネートしないと浮いちまう。着こなすにはセンスだけじゃなくて手間も必要だ。おめえみてえに無頓着なやつだと服に着られるのがオチだ。たく、めんどせ。それじゃあ、これはどうだ。色は落ち着いてるが、ラペルがピークドで意外と派手に見えると思うぞ。お、白か。さっきの柄物に比べりゃマシな方だろう。よし、これ試着してみろよ。よ、これでどうだ、錦。何笑ってんだ。いや、やっぱ何着てもまるで堅気に見えねえと思ってよ。ちっ、お前の見立てた服じゃねえか。分かってるって。いやでもよ。お前がどう言おうが俺はこの服が気に入った。これでいい。え？おい、いいのか？全然リーマンっぽくなってねえぞ。織田には服を何とかしろと言われただけだ。やることはやった。
文句言われる筋合いはねえさ。そっか。よし、わかった。そこまで言うなら、そいつは俺のおごりで。兄弟の新しい門出だしな。何言ってんだ？あ？鼻から俺はお前のおごりのつもりだったよ。なんだそれ。ありがとうございました。付き合わせて悪かったな、錦。助かった。ああ。お前、この後待ち合わせなんだろ？立花不動産の。なんてやつだっけ？小田だ。キッサアルプスで会うことになってる。そうだったな。ところで気をつけろよ、キリュウ。クゼがお前をぶっ殺すって息巻いてるらしいぜ。例の一件で指を落としてから相当来てる。だろうな。危なくなったらいつでも声かけろよ。じゃあまたな。よし、そろそろ待ち合わせの時間だな。喫茶アルプスは中道通りにあったはずだ。すぐに向かおう。ガラシャツの時点でダメなんだ。まず。白シャツにして、まあでも白スーツだったら白シャツおかしいか。いや、おかしくねえか、別に。まあいいわ、どうでも。ここね。よう、来たが、待ちくたびれたぜ。おだ。さんが抜けてるぞ、おい。上司呼び捨てにするやつがどこにいんだ。大体お前、その服なんだよ。ちゃんとしろっつったろ。全然肩着に見えねえじゃねえか。あんたに言われたくねえよ。あ？あれ？そうか？他にもっとマシな教育係はいねえのか。立花不動産には。バカ言うなって。俺以外の誰がお前の手綱握れるんだ。覚悟しときな。俺の教育は厳しいよ、キリュウ君。なんだこれ。伊達メガネだ。どんな面でもなぜかまともな人間に見える。俺にこんなもんつけろってのか。いちいちダダこねんなよ。まあ、何もしないよりマシだわな。さてと、それじゃあ早速始めっか。まず、今からこの店で得意先のじいさんと待ち合わせで。そいつが年の割に世間知らずの資産家でね、どうも立ちの悪い戦友屋に目つけられたらしい。戦友屋？ああ、ヤクザのくせに戦友屋を知らねえのか。しょうがねえな。戦友屋っつうのは、いらたく言いや、立ち退き料を目当てに建物を占拠しちまう奴らのことだ。建物を占拠？ああ、よく借金の方に裁判所で売りに出されるビルがあるんだが、これを競売物件という。普通の出物より相当安い。けど、こいつを競り落とすと、その占有屋がどっからか湧いてくるんだよ。で、自分たちはこの建物から出ていかないぞと居座る。連中の狙いは、ビルの買い手にデタラメな立ち退き料をふっかけることだ。本当はそこの住人じゃないのにってことだ。そういうこと。もっとも、占有屋は大抵ビルの元の持ち主とグルだ。占有屋はせしめた立ち退き料から元の持ち主に分け前を払うって仕組みになってる。それじゃあ、その占有屋を力ずくで追い出すのが俺らの仕事ってことか。いや、そうはいかないんだ。か弱いビルの住人たちは法律で守られているんでね。力ずくで行けば警察沙汰になる。
そん時捕まるのはもちろんこっちだけだ。おかしな話だろ。結局ビルの買い手は理不尽な金を払わねえと専用屋を追い出せねえんだ。確かにな。けどその金をなるべく払わずに済ませたいってのが今回の俺たちへのオーダーだ。じいさんそろそろ来ると思うんだが、先に店に入ってるか。おっと、その前にこれ渡すの忘れてた。桐生君の名刺だよ。これであんたも立派な立花不動産の社員だな。いいか、今日はお前のサラリーマンとしての適性を測る。あんまり舐めた真似するようならきちんと社長に報告するからな。わかった。いらっしゃいませ。お好きな席へどうぞ。好きな席と言われてもな、仕事の話をするにはどこがいいんだろうか。入り口近く、いや奥がいいでしょう。あれ、こっちか。うん、仕事の話。ゲームになってるのはどうかな。ここがいいんじゃねえか。ここにするか。よし、この場所なら問題ないだろう。仕事の話をするのにおあつらえ向きだ。だろ。奥手前。ああ、なるほど。奥かな。おい、まさか。ああ、そういうこと。座ろうなんて思ってないよな。入り口に近い方が下座で、遠い方が上座。俺たちが座るのは当然下座だ。それくらい知ってる。知ってても実行できなきゃ意味ないんだからな。椅子に座るときは常に気をつけるようにしとけよ。はいよ。わかった。いらっしゃいませ。ご注文はお決まりでしょうか。ああ、そうだ。コーヒー、ビール。何も頼まない。車では頼まないんじゃないか、これ。いや、今は何もいらない。注文はまた後で頼む。かしこまりました。ほう。なんだ？何か文句でもあんのか？いやいや。見直したよ。俺はてっきりお前が先に注文するんじゃないかって思ってたもんだからさ。客を待ちながら優雅にコーヒーすすろうなんてマナー違反やらかしやがったらぶん殴ってるところだったよ。だがそこは元ヤクザってだけのことはある。礼儀に関しちゃ厳しくしつけられてるんだな。あ、おい来たぞ。あのじいさんが今日の客だ。どうも山根さん、お久しぶりです。ああ悪いね小田さん、なんか面倒なことになっちゃって。こちらは？うちの新人で桐生です。山根さんよりご依頼の件、こいつがやらせていただきますんで。へえ、そうですか。なんで押させんの。いいぞ。名刺交換は挨拶の基本だ。どんなに顔を売っても名刺を渡し忘れるようじゃその先の取引にはつながらないからな。だが残念、名刺が逆さまだ。まあ初めてにしちゃ上出来だ。多めに見といてやるよ。桐生さんですか。これからよろしくお願いしますよ。こちらこそよろしくお願いいたします。ちゃんと敬語喋れてるよ。なる
お話聞く限り相手は典型的な占有屋ですね。山野井さんがそのビル落札したのは先月でしたか。すると占有屋が居座り出したのはその直前。ええ、まあ占有屋は一人ですね。はい、辻って男です。四十過ぎくらいかな。なんだかホームレスみたいな汚らしいやつでして。そいつから立ち退き料の要求はありましたか？まだです。できればそのあたりの交渉も全部立花さんとこにお願いできればと思ってまして。私も年寄りですし怖くてね。なんとかうまいことあいつを追い出してもらえませんか？もちろんです。時に山野井さん、占有屋への立ち退き料いくらまでと考えてます？早いとこ済ませたいですし。そうですね、500万くらいなら。500万？勝手に居座ってるだけのやつにか？それはまあ安く済めばそれに越したことはないですけど。もともとあんたがそいつに金出す筋はねえんだ。俺ならビタ一文払う気になれねえな。おい、失礼だ。その辻って男、自分にはヤクザがついているなんて言うもんで、揉めるとあとは怖いんですよ。お察しします。でもご安心ください。うちの桐生はヤクザを扱うエキスパートですから。あ？ヤクザのエキスパート？いやー、こいつはなんていうかちょっと気合の入ったヤクザオタクでしてね。時々ヤクザになりきっちゃあいつに言ってるんですよな、キリュウ君。ああ、そうだな。ま、立ち退き料はできるだけ安く済ませますよ。それじゃあ頼めますか？もちろんあなた方への謝礼は別に用意しますから。それはありがたいんですが、立花から謝礼は遠慮するようにと言われてます。いつも山野井さんにはお世話になってますから。本当ですか？いやー、さすが立花不動産だ。やることが粋だね。で、問題のビルというのはどちらに？天下一通りにある杉田ビルです。わかりました。あとは我々にお任せくださいな、キリュウ君。ああ、話は分かったな。要するに占有屋をビルから立ち退かせろってことだ。ま、交渉は俺がやるよ。仕事の手本を見せてやるからな。占有屋のバックにはヤクザがついてんだろ。交渉だけで済むのか？そこは俺の腕の見せ所だな。差し当たってキリュウ君、君に最初の任務をやろう。なんだ？ひとっ走り菓子折り買ってきてくれ。あ？相手が占有屋にしても手ぶらで交渉ってわけにいかねえだろう。これもビジネスマナーってやつだ。またそれが。わかったよ。菓子折り買ったら杉田ビルの前に来てくれ。俺は先に行って待ってるから。それじゃまた後でな。ああ。杉田ビルは天下一通りと言っていたが、そんな名前のビルあっただろうか。あの一帯は堂島組の島だったからよく知っているが、そんなビル覚えがねえな。ひょっとしたら天下一通りから脇道にそれた別の通りかもしれねえな。菓子折り買ったらあの辺りを探してみよう。菓子折りね。これ装備とかどうなってんだこれ。ちょ、能力強化だけしておこう。チンピラあげよう。1800万。ああ、でも無理か。いけるか。
これ3000万だよ。これも3000万。うん、もう3000万とかなのね、全部。そうね、3000万かかっちゃうんだね。ああ、これチーマーかい。菓子折り買わねえとダメか。菓子折り。コンビニで売ってるかな。いらっしゃいませ。あ、キリさんいらっしゃいませ。菓子折り、寿司詰め。いや、ねえな。菓子折りねえな。菓子折りを調達したらね。コンビニかな。もう一回ドンキホーテ見てみよう。するねえな。菓子折りコンビニかな、別の。こっちにもコンビニあったよね。ポッポ。ポッポじゃなかったら M マートかな。いらっしゃいませ。うん、ねえな。くんくん、ああ、絶倫くん、神室町。やべえの来たな。なんだこいつ、客引きじゃねえみてえだが。へへへ、見るからに怪しい男だ。関わりたくない。なんと、なんだ。テレホンカード持ってるでしょ。は？いいからちょっと見せて。おう。おお、いいね、いいね。このラインたまんねえな。やべ。よし、見えたん。ふぅ、なるほどに。あんた、今何をやってんだ？何って、カードを見てただけだけど、見えたとかなんとか、それになるほどって。ああ、それに、俺さ、女の子の写真見ただけで全部わかっちゃうんだよね。わかるって何がだ。ほら、あの女の子の写真をじーっと見つめてると、だんだん服が透けてくることない？は？あ、この子の裸、きっとこんなんなんだろうなーって、あれの色とか形とか、大きさとかもバッチリ。風俗の女の子とか、写真から想像した通りかどうか確かめるためにわざわざ店まで行って実際に見てみたりするじゃない？そういうのだよ。
あいにくそういう経験はないが。本当に？ああ、ないな。ひょっとしてあんた、童貞？何？おいてめえ、いきなり何言ってんだ。さすがにないよな。今時童貞が許されるのはせいぜい10代までだよな。やらはたとか本当にいるのって感じ。もしまた女の子が写ったテレホンカード拾ったら俺に見せてくれよ。あ、見せるだけでいいから。そう何度も拾うとは思えねえが、そもそもお前にまた会うかどうかもわからねえ。俺はいつも必ず女の子がいる店で遊ぶようにしてるからさ、プレイ中じゃなきゃ会えると思うよ。なんだそりゃ。お前そんなに終始遊んでいてよく体が持つな。そりゃまあ俺絶倫だし、絶倫くん秋元って呼ばれてるもん。男だったな、5回目からが本番だよね。そうか。それじゃあ早速どこの店で抜いてくるかな。またな。クソ野郎だな。絶倫くん秋元との絆が芽生えました。今後交流をし、絆ゲージを貯めることで絆を深めることができます。ゲージの状況はポーズメニューの達成目録でも確認できますと。交流ね、積極的にしていかないといけねえのか。やべえな、みんな。やべえ、変な店しかねえな、これ。この通り。なんだ、この通り。菓子折りどこにあるんだ、これ。まあまあやるか、これは。菓子折りどこよ。一回行けばあそこに売ってんじゃねえかって教えてくれっかな。一回 M マート行ってみようでも。M マートね、ここね。M マートじゃねえや、M ストアだ。いらっしゃいませ。高級蒔絵。蒔絵しか、あった。あった。オッケー。ありましょう。